兄弟みたい鈴木伸之、キスマイ千賀健ととの蜜月ぶりがやばい。比べ通書にめちゃめの保養の声。俳優の鈴木伸之、31が18日までにインスタグラムを更新。キスマイ FT2 の千賀健と、32との2ショットを公開し、ファンの間で反響が寄せられている。この日、 メガネや骨付き肉などの絵文字を添えて、めっちゃ笑った一日でした、と記した鈴木。添えられた3枚の写真には、いずれもチガが登場。メガネ店らしき場所で揃ってメガネをかけてポーズを決める姿のほか、俯瞰からのナチュラルな自撮りショットなどがアップされており、プライベートな時間を満喫したことが伺える。 7月には互いの SNS を通じ二人で古着屋巡りデートを楽しんだことを報告するなど、かねてより交流があることを明かしている鈴木と違う。この旅の2ショットも気の置けない関係性がにじみ出ていることから、フォロワーからは、兄弟みたい、可愛い二人をせる。出た。違がアニアン。 のくんにこんな可愛い表情をさせてしまう千賀さんにちょっとジェラシー。骨格男すぎて、二人ともイケメン、メガネに合ってる。二人とも大好きだカラメちゃめの保養です。ほんと仲良いですね、など、様々な反応が寄せられている。年内いっぱいをもって劇団エグザイルを離れ、個人活動に専念することを先月末に発表した鈴木。 仕事面で大きな変化を迎えても、プライベートで心許せる存在がいれば、きっと乗り越えられる。